ヒメコのハドリは、スズメメヒメコのハドリ科の小型の鳥類であり、東南アジアから、熱帯のインドア大陸にかけて分布する、個体群には、いくらか、羽衣に変化が見られ、亜種として分類される。本種は、低木地や森林に生息し、明瞭な鳴き声と、鮮やかな色彩から容易にそれとわかる。繁殖期間において、オスは宙に羽毛を膨らませて、螺旋状に回転し、緑、 黒、黄、白色のボールのように見せる。東南アジアからインドにかけて分布する。全長12から15センチメートル。ヒメコのハドリ類は、くちばしが尖り V 字型でまっすぐなくちばし峰を持つ。ヒメコのハドリは、性的二なりで、繁殖期のオスは、終年変わらない黒い翼や尾に加え、頭と背が黒くなる。メスは緑色を帯びた翼に尾は、オリーブ色。 雌ゆとも下側は黄色で、オスの翼にある2本の白帯は、繁殖羽において特に目立つ。繁殖羽のオスは、上面の黒色の割合に非常に変化が見られ、ズグルヒメコの肌取りと混同されることもあるが、後者は常に、尾の先端が白い。AT マルチカラー、ユーキアシュティフィアは、ヒマラヤ山脈に沿って、インド北東部から、ミャンマー南西部に分布し、この個体群のオスは、 メスとほぼ同色かもしくは頭頂がわずかに黒い。インド北西部のセプテントリオナリスは他のアシュより鮮やかな黄色であり、インドの北部平原に分布する不明のオスの繁殖バネは頭が黒く、上背の上部はオリーブ色である。インド南西部及びスリランカに分布するマルチカラーは繁殖バネのオスでは頭と上背が黒い。インド南部のその他の形態は マルチカラーと不明の中間で、腰がより快力色となる。東南アジアに及ぶ、その退屈かの個体群が亜種として認められ、中国南部及びタイラオス北部のフィリピー、ミャンマーのデイニアに、ミャンマー南部から、大西部及び、スマトラ諸島のホーラザプターア、タイ南西部から、カンボジアベトナム南部のキャンボーディアナ、パラアン島及び、ボルネオ島北部のイークファニミス、ボルネオ島のバーディス、 ジャワ島とバリ島のスキャプラリスに分類されている。ヒメコのハドリ類は将軍になりきで、また時に根軍となり彩色する。地鳴きはチャースという早口かつ笛のような声であり、さえずりは震える声でウィーティーと鳴く。それらの声は時にオチュ類など他の鳥の鳴き声を真似るともされる。繁殖期において主にモンスーンの後にオスは 曲芸的な求愛行動を演じ、素早く、宙に、すべての羽毛を、とりわけ単緑色の腰を膨らませ、その後、元の止まり木に、螺旋状に舞い降りる。一度降りたオスは尾を広げて、両横を下げる。雌友は、映像から育数まで協力する。高さおよそ1から9メートルとなる、木枝の股の部分に、草と蜘蛛の巣でまとめた、小さくて小ぶりな湾形の巣を作り、 二から四個の緑がかった白色の卵を産む。一つの卵の大きさはおよそ1.8、1.8センチメートル。死有とも放卵し、卵はおよそ14日後に孵化する。巣の捕食生物としては、蛇、トカゲ、バンケン、カラスなどがいる。巣はまた、栗色ヒメ格好により、拓卵されることもある。ヒメコのハドリ類は一年に二回噛むし、またそれらの羽衣の変化が、 個体群の分類の基礎となる羽衣に関して、ややわかりにくくしている。原生動物であるヒーマプローティアス属の一種、エイジイーサジャニーは、5話からのヒメコの歯取りの標本より記載された。ありがとうございます。